さて、えー、台風が近づいております。まあ、こんな雨の降ってる日は家で過ごすしかやることがないんですけども、えー、せっかくですから以前買ったものをちょっと開けてみようと思います。鈴木のバーグマン200のオーナーになって、まだ2ヶ月経ってないぐらいなんですけども、鈴木のオーナーになるならせっかくならこれを買ってみようということで、えー、買ったものを開封します。勘のいい人ならもうお分かりかと思うんですけども、これ鈴木の 湯みなんですよねなんか多分毎年違うモデル違う色が出てんのかなこういうあの湯ノみでお寿司屋さんに行くとよくあのこの魚の、ね、名前を漢字1文字であのバーっと書いてあるやつがあるんですけどもそれのまあズキバージョンですね中見てみるとですねなんか書いてますね「Do you know me」あのここに書いてある名前わかるってことですよね私のこと知ってるって えっと、ま、あなんか注意書きが、はい。ちょっとね、何が書いてあるのか見てみましょうか。ちょっとの車、ちょい乗り。うん。えっと、なんだ、V ストローム250、ラクタビ、GT3803 発。ちょっとね、ここら辺はね、私わかんないですね。これツ、ツーストなのかなで、ハスラー、まあ、あいろいろな、えー、ライフスタイル、いろいろな使い方ができるよってことでしょうね、きっと。あれ、でも待って、これ、ハスラーって車だよな。バイク、あ、そっか、バイクにもハスラー、 っていうのありましたっけ、えー、GS400 吸い込みなんだろうなんか吸気音がすごいとかなのかなちょっとよくわかんないですねあまジェベルは泥 <laughs> ジェベル泥になってますねま稲妻雷と書いて稲妻峠にはあ峠ってこれ大事ですよね峠に持ってきたのが RGV250 ガンマうーんなるほどねまあそう,そうでしょうね まあでもねこれ年代によってはね、なんか、刀だろうとか、この峠の文字は刀だとかね、秀吉だとかいう人もいそうですけど。そして、揺れが GSX-R750。これも多分、あれですよね、80年代のバイクなんだろうな。ちょっとね、あんまり私わかんないんですけど、世代が若干。刀は刀。まあね。DRZ400SM、尻滑り。これ尻板でもいいかもしれないですけどね。 もうオフシャワー、あれ三角木馬って言われてますかねも。木馬とかでもいいんじゃないですかこれさ。<laughs> DRZ400SM、木馬と。バイキング、ーあ、ーキングか。ラオー。あーあ、そっか、あれネイキッドの、あれですよね、一番でかいやつですもんね。だからだ。初めなんだかわかんなかったですけど、これ。シャレ、ギャグ。ギャグってなんかちっちゃい、あれスクーターかなんかでしたっけね。 車男。GS1200SS。テンプター A f GT7 班。水牛。これなんでなんだろうちょっとわかんないですね。これも多分少し古いバイクですよね。ちょっとわかんないな、ここら辺は。あ、バンバンは遊ぶ。アドレス。アドレス100、110って書いてあるこれ。110なんだ。125じゃないんだ。 通勤快速、通海とか書いたらね、もうアドレス V125 って分かりそうですけどね。レッツ、便利。うん。50cc のスクーターでしたよね、確か。あ、そうか、こにあるのか。アドレス V125 特急。あー、なるほどね。で、スカイウェーブ、あー、爽快な感じ。えー、GSR、眼力。これ、デザインでしょうね、きっと。 えー、グラストラッカー町、街。う、まあ街、そうね。まあ、シティ、なんつうか、シティバイクっていうか、そんな感じがしますね。ジクサー、海徳。ジクサー買、海徳うー海徳。なるほどね。GSX、S1000、野獣。なるほど。鈴木からすると、あれはもう野獣と、野獣だと。スーパースポーツっていうね。ま、あなんか。 そんなかっこいい言葉じゃない野獣って言ってくれってイントルーダー直線、うん、グラディウス剣あまあねグラディウスって英語で言ったら、まあ、多分剣とかですよね、うん、なるほど、えー、ブストローム650楽々、うん、まあね足つきが良ければ誰にとっても楽々なバイクだと思いますけどねあれ結構足つき厳しいらしいですからね、えー、早さ究極うんなるほどねまあ そのまま早草にしないで、ちょっと変えましたっていう感じがしますね。ブ V ストローム1000、長旅。うん。いいんじゃないでしょうか。バンディット、旅。ああ、旅なんだ。旅をしてくれって感じなんですね。なんか、海賊とかじゃないんだね。GSXR、基礎。なるほど。まあね、これ何個だ ?7、8。8 4、32個の名前が載ってるわけですね。 まあね、これね、個人的にはやっぱね、バーグマン200乗せてもらいたいですよね。バーグマン200乗せるとしたら、何がいいですかね。皆さん何にしますか、まあ、左側車で、なんだろうね、でもやっぱね、ちょうどだろうな。ちょうど。バーグマン200はちょうどですよ、ここ。うん。多分、あの、他のバーグマン乗ってる方も同じイメージじゃないでしょうか。ちょうどで、バーグマン200。<laughs> という感じで。 えー、これは2020年モデルですかね紫色の鈴木のユドでした。